ガス兵器というものだ。そのガスは俺の脊髄液を含んでいる。そいつをわずかでも吸ったユミルの民は直後に硬直、体の自由が奪われ意識を失う。あとは俺が命令するだけで道を通じて巨人の力が座標に送り込まれる。だからその村の巨人は俺の命令通りに動くってわけだ。その村じゃない、ラガコ村だ。お前が皆殺しにした村の名前だろ。覚えておけ、クソヒゲ。ああ、俺だって避けたかったさ。だがやらなければ俺の真意がエルディア復権にあるとバレて、この島に希望をもたらすことは叶わなかっただろう。って同じこと、この島に上陸してすぐに話したよな。なぜ何度も聞き返す。お前が耳かすほどの罪悪感も覚えちゃいねえってことがよくわかる。本当にエルディアを救うつもりなのか知らねえが、党の人命に興味がねえのは確かだ。お前モテねえだろう。勝手に人の気持ちを分かった気になるなよ。わかるさ、モテたことくらいある。ああそうかい。それで俺とエレンが会って実験を開始するのはいつだ。決めるのは俺じゃねえ、本部の命令を待っている。いつまでも時間があると思っているなら間違いだと伝えろ。それだけは同じ意見だ、リヴァイ兵長。何、それは本当なのか。